皆さんこんにちは、ライスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。8月の6日、ワールドエリアニュース号外が出ました。どんなものが出たかというと、こちらです。こちらが8月の6日更新の号外です。ワールドエリアニュースの号外、かなり可愛いポケモン並んでますね。で、今回は8月の10日朝の8時59分までの期間です。これまで出現したポケモンに代わって、ピカチュウ、ライチュウ、ライチュウのアローラの姿、ピチュウが出現します。で、稀に色違いのピカチュウも出現するようです。おや、ピカチュウに紛れてあのポケモンも、ということで、期間は8月の6日木曜日から8月の10日月曜日の朝8時59分までになっています。はい、ということで今回はピチューにも会いたいですけど、とりあえず不思議な贈り物でワイルドエリアを更新して巣穴にいてくれるのか見に行こうと思います。まあ、期間限定で10日までになってるので、でも4日間ぐらいかになるんですけど、しっかりですね、今回出るイベントポケモンゲットできるように頑張ろうと思います。ちょっとね、時間が足りるのかな。いや、色違いのポケモン出会えたらマジで嬉しいですけどね。で、早速なんですけど、ちょっと今入れているメンバーだと電気タイプに弱いかもしれないので、いい感じの子を連れて行ってみようと思います。それでは見に行ってみようと思います。今ね、ソードも起動したんでいました。で、今回連れていくのは飛来神ドサイドンにしようと思います。近くにいるからこんな感じになってるね。では巣穴位置確認しよう。あ、結構遠い。1個しかないかな、もしかして。あ、2個ある。いや、2個あるね。まあどうかな。あのポケモンもっていうところが気になりますよね。なんか2個っぽいですね。じゃ、先に水の塔の後ろかな、あそこから見に行こうと思います。まあ、ピカチュウはね、巨大マックスピカチュウのイベントが最近だと、一番最近だとピカチュウ系だとあったと思うんですけど、アローラライチュー出るのはかなり嬉しいです。色違いアローラライチューだったら、なんか焦げてるあの可愛い感じになると思うから、それもいいですよね。よし、じゃ1個目の巣穴。お、来た、ピカチュウだね。だよね。では行ってみようと思います。よろしくお願いします。ピーカー、安定に声が低いありがとうございます。ピカチュー、巨大マックスじゃなくて通常ピカチュウですね。めちゃくちゃ可愛い。サイドをちょっと大きくさせてもらって、地面技だとね、倍付けなので打たせてもらおうと思います。あと、ソード後はなんか適当にミュウツーにしてしまいました。ちょっと日焼けしてる色違いピカチュウもね、出てくれたら嬉しいんですけど、そんなに高野にするとね、イベントポケじゃないやつ出てくるかもしれないから、とりあえずね、たくさん出会いたいなと思います。まあ、目標だとアローラライチュウじゃないや、いいね、アローラライチュウと、あとピチュウ、あとはピカチュウに似てるあのポケモンっていう感じのポケモンが何かなっていうのが気になりますね。モルベコとかちょっと近いよねと思うけど、
まあ、個人的にはミミッキュだったら嬉しいんだよね。どうなんだろう。デデンネとかもね似てるから可能性あるかなとは思うんですけど、何が出てるのかはまだ、あの一番最初の巣穴がピカチュウだったから分かんないから確認したいです。なんでこんなにツルッとしてて可愛いんだろうピカチュウって。最初から星5の巣穴なのはかなり嬉しいですね。答えてもいいはずだし、とても嬉しい。あとこの子はオスだね。それで終わりかな。影分身、技何が入ってるのかも確認してみようと思います。持ち技気になりますね。10万馬力打ってくれてる。わー当たらない。たまにあるよね。わかる。ドーン、ありがとうございます。もうちょっとなんだけどな。硬い。最後にまた4枚ついちゃった。バリアを削るんだ。ドキドキ。もうちょいなんだけどね。当たんない。お、じゃれつく入ってる。影分身、じゃれつく、アイアンテール、もう一個なんだろう。10万ボルトかな。ちゃんと見てなかったねから分かんなかったけど、電気技であるんだろうなっていうのは予想つきますよね。何入ってるんだろうね。ありがとうございます。可愛いピカチュウはリピートボールに入れよう。アローライ欲しいな。できればいっぱい欲しいな。ありがとうございます。お、鎧鉱石も2つゲットできました。手持ちに入ったよ。まあ、とりあえず確認してみましょう。何技持ってたりするのかっていうのと、あとは特性は、あ、静電気だね。静電気で、あ、なるほど、ボルテッカーと電磁波持ちだ。波乗りは入ってないけどって感じだね。波乗りピカチュウは前回の巨大マックス波乗りでしたよね確か。いや、こっち側回ってきてよかった。森入ってきてたら、あ、これは会えないってなってるとこですね。ハニカームの海側1箇所だったか2箇所か、縦にこう長くてあるとこだね。よし、今回のイベント2個目巣穴はイベポケかな。普通のライチュウだけど星5だ。行ってきます。よろしくお願いします。お、声全然違うね。ピカチュウ聞いてから来ると全然違うの分かる。かわいいな。お、ガラガラ。君は色違いかい。ですよね、今光ってたよね。初めて見たアロガラの色。ちょっと待って、正面の方見たいです。よろしくお願いします。とりあえず、あ、間違える間違える間違える。ダイマックス使わせてもらいます。かわいいね。
え、どんな色してるんだろう。なんか青っぽかった気がするんだけど、気のせいかな。うん、ちょっと青っぽいかも。いや、アロガラめっちゃ見てしまう。アロガラのレイドもいいですよね。あってほしいな。欲しくなっちゃうね。ヒロインシーン。ガラガラってこうやって書くんだ。へー、ガラガラも飛来神でしたね。あのカラカラガラガラは石頭と飛来神が通常の特性で2種類あるから、アローラガラガラも確かそうなんだよね。ありがとうございます。レイチが弱ってる。リピートにしちゃおう。どうしても欲しいからリピートを打っちゃいます。本当はラブラブボールとか可愛いやつに入れたいけど、まあ、最初の1匹目なんで手堅く取っていこうと思います。はい、ありがとうございます。3つ入れてますね。ライチュー、これでまた新しく更新入りました。あ、近いところに1個2個ある。いや、見に行きましょう。ちょっと待って、なんか来てるなんか来てる。これをちょっと通り過ぎてから行こう。また出ちゃったりはするけど、出たらもうしょうがない。近い。とりあえずアローラライチューとピチューに会いたいですね。もう一匹入ってきてるポケモンが何かは分かんないけど、そこ2体には会いたいな。はい、巣穴光線が入って1個目です。お、ここもだ。普通のライチュー。あ、でも色だったりもするから全部見ていこうか。どうしよう。いや、とりあえず、あ、中めちゃくちゃ多い。とりあえずアローラライチューとピチューの巣穴があるかどうかを探そう。今日初日なんですよね。動画自体が8月7日の朝の動画なんですけど、今ね、撮影してるのがね8月の6日なので、今日ね初日なんで、とりあえず全周行けるかやってみたい。こちら。お？私、ライチュー多いかもしれない。あー。レアスはちょっとそのままにしておこうか。とりあえず、通常の巣穴確認しましょう。どうかな？うお、違った。ここ通常だね。じゃあこれでありそうなとこに移動します。多分平原から見たらあるんじゃないかな。こちら、あったね。いや、楽しいですね。このポケモンの巣穴あるかなって探しに行くの久しぶりです。今までね、イベント長かったりしてたし、途中のイベントだと結構早めに見つかってちゃったので、これ後で来ようこれやりたい。ケンタロス来たいな。あ、少ない？もしかしたらライチュー2つありましたもんね。なんか怪しいかもしれないな。私の場合ライチューが2だったから怪しいのかも。あ、いたいた、出でんね。今回これ枠入ってるかな。行ってみようと思います。
ったってなってる。あれこんな感じだった、あれでねって、もうちょっとなんか甲高い気がしてたんだけど、初めてですね、ででんね。今回新ポケ枠で追加になってから私まだ見てないので、今回のででんねで初めてです。とりあえず行ってみたいと思います。まあ、フェアリータイプあったんで、シェルアームズの毒技が打てるエガラルのヤドランにしときました。いや楽しみですね。かわいいなぁ、ででんね。一応ね、電気ネズミポケモンの出現になるんじゃないかなとは思うんですけど、その枠だとね、ででんねも多分そうだと思うんだけどな。あのポケモンもって言ってたのはデデンネのことだと思うんですけど、違うかな、似てるもんね、見た目、ほっぺの感じとかほっぺの感じとかって、お腹の穴の丸とかね、ライチュウお腹丸いですからね、マーク入ってますから、マークっていうか色真ん中違いますから、ちょっとこんな感じ。頬袋に確か電気貯めるんだよね、デデンネって。ピカチュウもそう、ピカチュウはほっぺか、ほっぺに貯めるんだったと思われる、きっと。これがね抜群だし、ででんね星4でバリア2枚なんで、星5でもバリアの数少ないのかな、まあ、かなり嬉しいですけど、とりあえずねゲットしたいね。あとピチューまだいないから、ピチューに会いたいな。トラアロライね、会いたいな。持ってはいるんですけど、相手で出てくるアロライも見たいですよね。はい、じゃあ投げましょう。シールド側はデデンネゲットしてるの分かるので、リピートにして、ソード忘れてるからハイパーボール投げます。あ、ダークボールでもよかったけど、まあとりあえずハイパーかな。ドキドキする。ありがとうございます。ソードも欲しいけど、お、いけそう、いけた。持ち技雷エレキボール、ワイルドボルト持ちです。ソード側のデデンネは図鑑登録になるかをちょっと確認しましょう。あ、やっぱり図鑑登録でした。アンテナポケモン、あれ電気ネズミじゃないアンテナポケモン、仲間の放つ電波をヒゲでキャッチ、餌や電気のありかをみんなでシェアするのだ。あれだね、仲良しなんだね。あれ1体ずつだっけ、集団で生活するんだったっけ、どっちなんだろう。ちょっと待って、もう巣穴ない、もしかして。あ、全部見たかもしれない。わあ、私アロライとピチューの巣穴が今日なかったです。ライチューだけ多かったんで、とりあえずあのこの後ねライチュー消したりとかはして、また、まあ、期間少ないので出し直しして出会えるように頑張ろうと思います。いや、もしかしたら他の方だとピカチュウが出やすいとかそういうのがあるのかもしれなかったんですが、1日目更新して最初の巣穴は2体どっちもいてくれたし、でそれでまた消してみたところはこんな状態でございました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!